カワポンです。ニーズが高そうですので、タイアップです。残念なお知らせになります。2024年度の明治大学の法学部は、定員に大きな変更が生じています。一般入試の定員が375人から315人と、60人も減少します。その分、いわゆる指定校推薦の定員が、ちょうど60名増加することになります。理由はいろいろあるのでしょうが、一般入試組にとっては、マイナスでしかありません。明治大学の法学部の一般選抜入試は、大体、定員の2倍強から3倍前後の合格者を出しますので、単純計算すると、60名定員が減少すると、120名から180名程度の合格が消失することになります。2023年度の合格者は、1027人でしたので、大きな影響があると思います。また、余談ではありますが、2026年度から、日本学園が、明治大学の新たな系列校になります。同校の卒業生の約200人以上が、明治大学に推薦入学試験によって進学できるようになるそうです。一般入試への定員の影響はまだわかりませんが、とにかく、もっと、一般入試の受験生が報われるような大学であってほしいと、個人的には思います。もちろん、いろんな事情はあるとは思いますが。ということで、今日は以上になります。ありがとうございました。